い、角道です。どうも、亮介です。はい、どうも。今日オフ会で初めてやっとお会いできて、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、肩役所。これからまた熱いヒムロック、祭りが始まりますんで、はいはい、楽しんでいきましょうということで、はい、はい、皆さん、風道でございます。今日熱い連中が集まってくれて、大宮ソニックでヒムロックライブやるんじゃないかっていうぐらいね、ヒムロック、熱いヒムロックが集まっておりますので、これから熱いサマーゲームを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ皆様、今日はこの KTJ のお二人参加いただいてありがとうございます。今日はもう最後までサボだろ、おい。はい、どうも。いや、芸能人になってるみたいです。そう、いつもこれ撮ってるだけなんで、ありがとうございます。結構回ってるんですか。回ってます。あ、回ってます。はい、思わず踊りたくなっちゃう。 NG ですよね。 NG ですか。でも俺はもう3月から。あ、大丈夫ですか。声とか大丈夫ですか。いや、問題ですよ。もう全然もう、あ、あいつじゃんってなるんで。こっちにも来てやる。周りの人があいつあそこにもいるどこにでも行くなぁと。熱い熱い。日室京介のラーメン自衛官さんで、京介ですか。これ、あー、知ってます。京介ですか。はい、これよし、よく知ってます、ね、いや、もう情報通ですか。あー、それすげーなー。情報通ですか。ずっと流れてるみたいですね、映像。へー、値段が跳ね上がっちゃうので、もう生産してないから。前エゴイストエゴイストネオファッションオーバーソルマトリックスが一気に大きかったけど、3000円くらい普通に流そうですよ。リリックがお金なくて買っちゃったんですよ。こんなユーモア買い物そうとかってあまり見たら嘘つくなよ。嘘つくなよ。なんでもうエゴイストに満足みたいな。そういう話めちゃめちゃ聞いたら、俺も知らない状態かっていうのが、あの動画上げてもらった味の素スタジアム、暑さだけで集まったのかなって。じゃあ違うんですね。歌い出してもすごいアピールしてきます。ステージがいいか、この日向に行くと結構なんかいつもは黒ずくめのかっこいい感じなんだけど、なんか普通のラフな感じで、なんかニコ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 してる。もう自分の設定にしてもちょっとおかしかった。本当に好きだったのは、名前も知らない2つの曲だったんですよ。それがマリオネットとキスミーだったんですよ。で、まあ、音楽がどんどん好きになっていくうちに、でうちの親父になんかそう、このマリオネットって誰が歌ってんのってなって、うん、あ、これボーイってやつだから、あ、そうなんだ、キスミューって誰が歌ってんの、ボーイのボーカルの人だよって、えってなって、そっからグレイから完全にチェンジしてる。だからもう耳が好きな声だったんですよね。詳しくは年末新曲目次もご覧ください。自己紹介、あ、そうですね。皆さんのお待ちしています。以上、ダムトモイフォメーションでした。自己紹介でも松岡で聞きました。千葉真ん中です。山田さん、はい、なんかもうちょっと短いの。名前を知りたいって言われて忘れちゃう。ヒーさん、ヒーさん、ヒーさん、ヒデさん、あ、ヒデ、ヒデ、ヒー、ヒー、ヒーさん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 、まあヒーで一番、ヒー、ヒー、ヒーです、ヒーで、ヒーで、ヒーさん、はいはい、ヒーさん、はい。僕はモタイです。モタイユーケです。本名です。え、漢字どうですか。難しいです。一文字ですか。一文字。俺もそうっすよ。俺もそうっす。俺もそうっす。マジっすか。ガラケーだとこれ、これっすよね。そう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 、それそれ。マジっすか。すごい字。そう、モタイカツミっていうの。すごい、モタイつーか、ゴルゴすげー。これ、これすごいっすよね。あの、あの、すごい。すごい。っていう話。まあルーみたいな。じゃあ、お願いします。あ、すみません、キムロックです。あの、木村だからキムロックなんですけど。キですね。キムロック。はい、わかりました。そうなんです。あの、ヒじゃない。あ、ヒ。ヒだとそのままですね。多分、あの、動画とか出したら、多分見てる人いると思うんですよ。知り合いの人とか、多分見てる人いるから。あいついるじゃん。しょうがないですよ、俺大宮なんで。まあ、しょうがないです。埼玉、埼玉って言ったらっていう。まあ、それだけ日頃に熱い思いがあるっていうか。まあ、うん、いいですよ。あ、菅良介です。
アンサーの PV の監督たちもアンサーでした。そうですね。あ、そうだね。全く関係ないですね。親父とかじゃないの？全く関係ないですね。KPJ の代表です。CEO の風見と申します。よろしくお願いします。これからもなんかくだらない動画出すと思うんで。いや、思います、思います。まあ、もともとなんかこう動画を始めたきっかけがこういうちっちゃい場を作りたいなと思って始めたんで、これが叶って、すごく胸熱なんで。もう早いとこ俺たちなんか忘れるぐらいまで行ってほしいですね。そうですね。で、ゆくゆくはちょっと東京ドームで降りることができればと思うんで、ちょっとヒカキンぐらいまでね、やっぱりチャンネル登録者数を増やして、で、東京ドーム2レイズでオフ会やるっていう。俺の名前を忘れるぐらい。はい、もう明日に忘れる。誰？あれ、昨日だって言ったっけな。でも、この母体を超える、はい、今一番盛り上がったじゃないですか。今一番盛り上がったんですよね。すごいな、うん、ということで、じゃあ今日はお開きに。あ、そうですね。もうお開きなんですよ。こんなことあるって。早いな、今日。だから今日ね、本当はほら、向こうの方たちは皆さん俺のことは多分分かってると思うんですけど、俺みんな知らないから、お見えて、誰も声かけてこなかったら、むしろ帰るしかねえなと思って超ドキドキしながら、でも行って歩いてる最中にもうタンさんがいきなり、風見さんですかって言うと、おー、一人行った、とりあえず OK みたいな。え、もう何分くらい前にいました？俺、あ、何分？もうあれです、俺が着いて、向かってったらもうすぐ分かったんで、風見、はい、さんがすぐ声かけて、ぐるぐる回ってましたね。あ、じゃあもうだいぶいたんですよね、先に。いや、俺3分くらい前です。俺15分前に来て、ちょっと恥ずかしくて。分かってたんですか？分かってました。一体、ビール飲んでから行こうかな。シャイだー。シャイなのに、目立ちたがりだった。俺と一緒だよ。なるほど、なるほど。ナンパする前の俺みたいな。あれもなんか声かけてこなかったらこれ流れるなぁと思って、うん、どうしようやっぱ芸能人って細いですね。11年とかあの辺のカウントダウンって周りに何もないんですよ、うん、でコンビニも何もないんですよ、うん、で日本武道館のすぐ近くになんか武道館レストランみたいなちっちゃいのがあるんですけど、ね、そこのカレーが1500円ぐらいするんですよね。そう、それが夕方の4時とか5時に閉まるんですよ。そんな開業するまでに10時とか9時まで待たなきゃいけない雨なんですよ。香川だね。香川テレビですか？香川テレビですか？挑発だけど、あの沈気じゃん。バンドっぽさっていうかね、そのライブっぽさっていうのはあるけど、やっぱ色があるよ、ね、色はある、うん、やっぱ存在感がやっぱあるから、そう、だから氷室がこうステージを引っ込んだ時のその全面を守ってるっていう意味ではすごくなんかステージ映えするなって思ったじゃないとね、氷室がいつまでもこう引っ込んで水飲むところまで常に見られてるっていうのはね、そうですね、めっちゃ渋さしたの、あ、なんですかね、ちょっとつまみですよね、うん、これが氷室京介だとしたら、これがガンズ&ローズ、スタイルコンジュ全然例えない。だから昨日ってやっぱりね、結局帰ってきちゃうんですよ。そうそう、俺もいろいろ行きますけど、なんだかんだ言ってやっぱ安泰なんですよ。だから昨日京介は俺の人生にとってもやっぱりアクセサリーなんで、うん、そうだから最後はもう完全に身についてるもんだから、そこは戻ってるから本当は初めて、いや男そう抱かれてえなと思って。分かる分かる、俺もやるっす。全然大丈夫ですよ。マジですか？いや、ヒロミ、あのヒロって暗闇の好きですよ、好きなんですよ、ね、このツアーまたやるかも。なんで分かるの？なんで好きなんだろう。そんな言ったらいけないですね。あれ、ただ、キングのファンはもうお腹いっぱいだろう。でもあれ、キングの作詞のやつ意味が分かるんで、なんかコメントで、あれは何なんですかねって、しかも俺もバカだからたまに読んじゃうんですよ。なんか牛がどうしたこうしたの、何難しい、なんかリアルタイムだから、なんかうまくこう、ね、トークで交わせる人だったらいいけど、俺、考えちゃうから、立ち上がりが非常に俺のライブ配信は遅いんですよ、最初、こんにちはとかやるんだけど、ゼロ、誰も見てないから、誰
誰かとりあえずコメント入れないと。あと一番あれだろ、いつも不安そうにあれですよ、映ってる。そうそうそう、あれは映ってるの分かってるんですよ。分かってるんですけど、そこでちょっとこういうふうにやっとかないとって、うん、こんにちはってやっても最初まだ1、2とかなんで、うん、コメントが来るまではあれ、これちょっと映ってるよね、うん、飽きてるよね、あれ皆さんって言った時にポロポロと来るんで、あそれが分かってるんで、もう始まってるの知ってるんですよ。あ、知ってる。なるほど、騙されるオンとオフを見せる、そうそうそう、好感度を上げます次もやります。いやでもライブは楽しいですね、やっぱりね。楽しいです、楽しいです、うん、俺も途中ぶっ倒れちゃうことありますけど、うん、そうそうそう、なかなかね、こう YouTube って俺ほぼ見ないんですよ。あ、そうなんですね。パチンコ動画とか、氷室京介のライブの映像とか見れなかったやつ、確か見ないんですよ。チャンネル登録したの初めてで、第1号ですね。これやってる人いないじゃないですか、なんかね。そうですね、氷室京介トークできる人、最初怖かったですけどね。ないですよ、低評価低評価で、それだったらやめようと思ってたんだけど、なんかね、輪ができないかなと思って、もんもんとしてて引退しちゃって、なんかそういうネットで調べて参加、こっちから参加するのも怖いし、だったらなんか自分がやりだして、集まってくれる人がいれば、早くできるかなと思って、はい、でも俺も結構見てたんですよ、でもまだコメントできちゃうのね。全然、全然入れてください。追加、恥ずかしがり屋さんなんですよ。本当っすよね。シャリすぎるでしょ。カズイさんいるのに悲しいくらい本末転倒じゃないですか。あれ最初2人でいたんですか。いや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 、すごい秒単位の差で行ったんですよ、先に。あ、行ったと。あ、なるほど。行こうと思ったんだけど、このタイミングだと思ったここで確か俺は帰るしかない。そのままなんかこう波に乗るみたいな、サーファーですね。サーファーじゃないよ、泳げない、泳げない。あ、でも気づいてはくれてたんですよ、じゃあ。もう、あの人だって。あ、もう俺は分かんなかったです。改札の人とか見てました。でも、で、茶髪の人がいないんで、黒にしたとかじゃねえよ。そしたらいたんで、あ、よかった。結果、ずっと氷室京介を見てて、かっこいい髪型は汗かいた時の氷室京介ですね。氷室汗かきだね。こういう場に来るっていうのもそれも勇気だ、勇気言うね。でも彼から話しかけてくれたから和美さんっていきなりね、すぐ分かったんで、逆に分かんないじゃないですか、俺のことなんて。分かるんですけど、俺ちょっとピクッとしてる。冬疲れてる。豆の木を和美さんどこは。びっくりした。ブロックバンドはそのフランクに話し合えるような環境っていう場を提供してくれたのはすごい、まあ画期的っつったらちょっと大げさかもしれないですけど、俺的にはあっ、氷室京介ファンでもこんなにフランクに話し合え、会えるような場所があるんだなっていう。だからさっきも言ってましたけど、俺はにわかだって言ってましたけど、にわかでもこんなに本当
心を許せて楽しく行けるような場所があるっていうのは本当に嬉しくて、だからずっと見てましたよ。ああ本当に。で、あの風光さんもその分からないところは分からないってはっきりって言うんで、うん、あそれはなんか俺勉強不足だなとか言ったりしてるんで、うん、それ見てて、本当にいい動画を上げてくれたな。すごい消極的だよね。消極的なそういう意味では。そういう意味では。あそう分かんないんだよ、分かんない。確かにね、分かってることだったらもう、そう。だって、怖いなやつって怖いじゃん。怖いですよ。そう。だからね、そこでね、言えないよね。言えないですね。でも結局、ライブ配信してると、知ってる人が、コメント返してくれますよね。結構、こういう時こうでしたよね、とか。結構俺も、あれ何してるか分かんないとか言うと、これ、楽しい、楽しいです。勉強になるんで、勉強っていうか、それもあるんだっていうのが、あらーっと発見もあるんで、だからなんでみんなこれやる人いないのかなって俺は最初思ってて、犬王京介と言ったらね、コアラマンもいるし、考えた人がいると思うんですね、多分動画を使ってみんな、うん、ね、仲間になる。で、俺もね、あのモバゲでやったんだよね。あそうしたら3人しか来なかった。でもその2人は濃かったけどね。濃かった。なんか面倒くさく感じちゃったけど、不思議とこの動画に集まってくれてる人たちってなんか みんなすごく星が柔らかで、もういい人ばっかだから、もっとそれこそね、さっきの話じゃないけどコメントでさ、日村が頑張ってんじゃないよみたいなのがグワー来るかなと思ったけど、風見さんのキャラなんですよね。ですよね。それもあると思います。多分その自分は好きだけど、そこまでそのちょっとゆるさがあるよね。いい意味のゆるさ、いい意味のゆるさ、ゆるさ。だからこの、だってさ、気楽に見れるというか、だって一回買って売ってんだよ。金で落とそうと思ってくる。あ、高えなとか、そういうね、金がねえなと。かわいいんだ。絶対言っちゃいけないでしょ。普通、好きだったら買うじゃん。なんか、現実に、なんかゆるさ。好きだったら金に糸目をかけて、ほら買ったぞっていうのやったけど。まあ確かにそこは俺もあ親近感あるなあ、るでしょ、それあると思うよ。それはありますよ、絶対に。もうゆるキャラ的な氷室ファンのゆるキャラ的な、こんな氷室ファンがいるのかも。でもそれ新しいよ。今までそのいない言えなかったですからね。もし自分が歌なんて、もしガチガチの前に言ったら言えないですよ。俺もそうなんですよ。リーさんの場合さ、買ったら全面に出すよ。全面に出すよ。やるでしょ。全面に出すよ。みんなこれ結構細かく出しますから、ちょっと困る。もう見る方がいいよな。ビデオこれ買ったらさ、みんな話してきたわーっつってビデオデッキ買ってくるわなんて、オファーハウス行って買って。あと本当にビデオデッキ買ってくるって。あれはめちゃめちゃいい動画だしな。あれは結構低評価多いんすよ今。え、マジっすか。え、それやってるやつはバカですよ。なんだろうな。ほんとに古い、あんな古いさ、ビデオテープを今更掘り起こすってさ、ないね。それタイム取られるじゃないですか。絶対この時代のファンはうわ懐かしいって反応あるのかなと思ったら、意外とね、なんかあれだね。でもそれやってる人って多分本当のヒムファンじゃないと思うんですよ。なんかでもファンが結構なんか人格、氷室京介を神みたいに崇めちゃってるところとか少なからずあると思うんですよ。俺もまあすごい好きだし、あれなんですけど、その勝手にファンが付け上げてしまうような挙動みたいなものが、ね、結局はさ、氷室って人間なわけよ。そう、うん。ヒムロックだ。というわけで、無事にオフ会が終了しました。ここ顔出せ NG だから、はい、ああちょっと映ってるしモザイクかな。じゃあ一言ずつちょっといただきたいなと思います。はい、今日は最高なラスギグサマーギグサマーギグよくわかんねえわ。酔っ払ってるから。最高だぜ風道。ありがとうございます。
どうも今日和美さんありがとうございます。はいはいはい、こちらこそありがとうございます、はい、帰ってきたことが本当に嬉しかったですわ。はい、あ、よかったです、また帰ってきた時はそうですね、よろしくお願いします。また最高のギグでした。はい、ありがとうございます。出れます？はい、手だけ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこんな感じで、締めたいと思います。はい、風水でございました。バイバイ。